この壁画、預言者だわ。コンスタンティノープルでの伝道ね。素晴らしい。すごい遺跡だわ。どうしよう。何としても早急にこの声明書に対する返答をいただきたい。無線はまだ繋がらないのか。ダメだ。大量の岩と氷に妨害されてる。運が良ければこっちからの雑音が聞こえてまだ生きてるって気づくかもしれない。要は孤立したんだな。いや、なおさら出る方法を早く見つけないとな。今となっては我々の
他のケーブルを使ってドアを開けられるかも。前にも誰かがこのドアを通ろうとしたようね。あのトロッコを押してどかそう。あのトラックを裂け目に押し込む方法を考えないと。
これならわかるわ。この方向に進むと。宝石をはめ込んだ金の塚だわ。ビザンティンの貴族のものね。うん、歯の方は付け根から折れてしまってるわ。ビザンティン時代の金に ソ連邦へ。このメッセージを受け取る者へ。
あのクレーンを倒せたらドアを破ることができそうね。私の力じゃ無理。あのバケツをいっぱいにすればその重みでクレーンを倒せるかも。あのクレーンを倒したらドアを破ることができそうね。よし、これでいけそう。この像は不死の預言者に違いないわ。これはシリアの砂漠から信者たちを大移動させた時の壁画だわ。彼らはひっそりと谷に移り住み、巨大な都市を築き上げた。聞いてじね。都市とそこに住む人々を守るため、預言者は戦士の部隊を結成した。でもこれは何を表してるのかしら。彼らが持ってるのは神秘の源じゃない、何か別のものよ。一体何なの？戦士たちは預言者のためにアトラスを作り出した。いかなる時もこの都市とその秘密を知ることができるように。都市の地図だわ。神秘の源まで導いてくれるかも。